この戦闘により大破したザクが回収され、そのパイロットコズングラハムはホワイトベースの捕虜となった。捕虜の扱いは南極条約にのっとってくれるんだろうな。一方、無断出撃の罪により独房入りを命じられたセイラは、兄キャスバルの消息を探りたい一心から捕虜コズンに接触する。赤い彗星って何者ですか？ああ、シャー・アズナブルってのが本名だけどね。オタクらがガルマザビをやったとき、奴は守りきれなかったってんで失脚したって話だ。そんな中、ホワイトベースは進路上にジオンの鉱山基地を捕捉、正面突破を試みようとしていた。その混乱に乗じて独房からの脱走を図るコズンは、お前、ジオンの人間だな。一緒に逃げるんなら連れて行ってやってもいいんだぞ。勘違いなさっているようね。脱走するのなら人を呼びますよ。赤外線スコープ最大望遠。アムロ脱走。セーラが教えてくれた。捕虜が脱走した。何？セーラに捕虜を探させます。俺はガンタンクで。ガンタンクは出動した。やむを得ん。捕虜の発見を急げ。場合によっては射殺するのもやむを得まい。ブライト、ありがとう。何としてでも探し出します。なんて合わせにくいんだこいつら。来た、ミスタミツ。ウサミツ、こちらコズン、木馬より発進。第二通信室に誰かいますか？何？そんなはずはない。通信回路稼働しています。通信のマスター回路を切れ。このフライト、どの程度の情報が漏れたと思って？わからん。正面の敵もそうだけど、これであのランバラルのギャロップを呼び込んだようなものね。よし、いいぞ。敵の基地を黙らせるのも時間の問題だ。どういうつもりだ。戦略的に大した意味もないこんな鉱山に攻撃するとは。ひどい。ランバラルとギャロップが応援してくれるそうです。ランバラル、おお、ガルマの仇討ち部隊か。見えてきたぞ、木馬め。言ってくる。今度こそという言葉はあまり使いたくない。個人が脱出できたら救助してやってくれ。もちろんです。あの基地後方よりドップ編隊出現。総数不明です。何？このガンタンクの性能がドップなんだ。
なく逃げおせてくれよ。セラさん、これは。このエアロックの中、外に逃げられてしまうわ。拳銃であっこのチャージでなかろう。セラさん、下がってください。よし、いいぞ。セラさん、気にすることはないわ。私たちだっていつああなるか。白いやつがいないのが気になるが、援護するぞ。